ボビー・ショー・ウッドは、アメリカ合衆国ハワイ州出身のサッカー選手。MLS レアル・ソルトレイク所属。ポジションはフォワード。アメリカ代表。アフリカ系アメリカ人の父と日本人の母の間に、生まれた、日系アメリカ人。ユース時代、TSV1860 ミュンヘン・エルツゲビルゲアウェ2015年2月、エルツゲビルゲアウェにレンタル移籍した。 ウニオンベルリン2015年7月、ウニオンベルリンに移籍した。ハンブルガー SV2016 年5月15日、ハンブルガー SV に移籍した。ハノーファー962018年7月9日、ハノーファー96へ2019年6月までの1年間の期限付き移籍をした。レアルソルトレーク2021年4月3日、同年7月1日より、 MLS のレアルソルトレークに加入することが発表された。2023年までの契約を締結した。2021年4月13日、7月1日を待たずして即座に移籍することが発表された。2013コンカカーフゴールドカップの予備登録メンバーに選出されるも本大会には出場しなかった。2013年8月14日の ボスニア・ヘルツェゴビナ戦に招集されると、後半から途中出場して A 代表デビューを果たす。2015年6月5日のオランダとの親善試合で代表初得点を記録。続く6月11日のドイツ戦でも決勝点となる2試合連続ゴールを挙げた。ありがとうございます。